問題はこっちですね。わーお。さあこっち側は、うおー、あー、このコンデンサー発熱しますね。熱っ熱っ、はい、ショートしてる。なんでやねん、熱っ。お、なんか 3.3V 出てるぞ。熱っ。はい、どうもブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。はい、ノートパソコンですね、富士通ライフブックですね。こちらですね、ちょっと前にですね、仕事で名古屋に行く用事があったので、その時にね、大須のパウさんですかね、寄れる時間があったのでこれ買ってきました。世代はですね、第7世代のCore i5 が搭載されているモデルですね。ただね、先に言いますけど、多分ね、これはもう修理とか多分そういう次元の壊れ方じゃないと思うんですよね。と、外観先に見ていきましょう。まずね、この辺もバキバキに割れてますね。液晶は多分大丈夫だとは思うんですけれども、まあこれぐらいだったらね、全然あれなんですけど、問題はこっちですね。はい、これ見えますかね。もうなんか錆びた液が漏れ出してますよね。これはね、なかなか多分やばいと思いますよ。まあ多分もうどうしようどうしようもないんじゃないかなって思ってるんですけどね。まあどうせ多分ショートしてると思うんですけど、一応安定化電源つないでね、まあ、どういう挙動になるのか見ていきましょう。はい、では安定化電源つなぎますね。アダプター挿します。はい、ショートしてますね。はい、分解してね、中を見ていきましょう。おお、ちょっと見ただけでやばそうなオーラがプンプン出てますね。いやー、やばー。おお、さあ行くぞ。手が、おお、わお、さてと、あ、端子まで行ってますね。これ分かんちゃうかな。よし、それだ。さあこっち側は、うおこれはあかんな。これはもうお手上げっすねお疲れ様です。はい、ということでね、洗ってきました。ちょっとね、この辺だいぶ綺麗になりましたけど、まだね、だいぶ残ってるんでね、さらにね、綺麗にしていきます。ハンダがもう腐ってしまってるのでね、一度再加熱して、まあ、ハンダが溶けたらね、いいなと思って、まあちょっとフラックス塗って加熱していきます。よっしゃ、洗浄完了。これでショートがね、どうなったか見ていきます。あー、ショートしてるな。じゃあ発熱を探していくか。よし、じゃあつないで探していきましょう。この MOSFET が発熱していて、 MOSFET の先でショートしてると思うので、こいつ取り外してここに電圧かけてみたいと思います。よし、じゃあショートしてるとこ探していきます。あー、このコンデンサ発熱しますね。この大きい方、こいつ取り外ししてみます。こいつショートしてますね。このラインのショートは 5.3 オームか。いや、低いな。まだ多分まだどっかショートしてますね。お、熱っ熱い。このコンデンサですね、
こっちのコンデンサが発熱してますね。うん、ショートしてますね。よし、これでこのラインの 0.5 キロ、0.5 キロか。これはまだちゃうかな。なんかどっかの IC も壊れてるんじゃないかな、そんな感じしますね。よし、じゃあさらにね、発熱箇所を探して、ショート箇所をね探していきます。やっぱりまだ電圧はドロップしますね。あっつ。よし、取れた。 OK。 でうわ、あー、これでいけんちゃうかな。292キロオームですね。19ボルトラインのショートはこれで収まったはずです。コンデンサ3つ外して OK でしたね。だね、とりあえずショートは収まったので安定化電源をつないで、どんな数値になるか見ていきたいと思います。はい、ショートしてる。なんでやねん。俺また2オームになってる。あー、でもゲート抵抗は54オームですね。全然ダメだったのでもう一度こいつ取り外して、発熱ね、ショートしてる部品を探していきたいと思います。熱っ。これさっきショートしてなかったやつもショートになってますね。コンデンサほとんどダメっぽい雰囲気ですね。よいしょ。 OK。 で、40キロオーム、ほんまかいな。また19ボルトかかったらなんかあかんような気すんねんけどな。あー、やっぱショートした。今電圧上げていったんですけど、12、3ボルト超えたぐらいでまたショートしましたね。次はどこや。あっち。うわー、サーマルカメラいりますね。僕手先がね、あんまり感覚良くないんで、結構温度上げないと分かんないんですよね。無水エタノールとかでね、こうやったりするんですけどね、なかなかこう分かりづらいというか、結構温度上げるんで、むっちゃ熱いな。さっき外したとこの横のコンデンサがショートしていました。していましたっていうか、ショートしましたね、電圧上げたら。よし、 OK、 ショートしてる。これでどうや。これで今31キロオームですね。またね、どっかショートするかもしれないので、これでまたね、電圧一回上げてみたいと思います。電圧を上げていきます。10 11 12 13 14 15 16 17 18、あ、20までいってもらった。まあ一旦ショートは収まったっぽいですね。よし、じゃあ MOSFET 戻してまた見ていきましょう。はい、今 MOSFET 戻して安定化電源つないでみたんですけど、なんかいい感じの数字ですね。ちょっと電圧を見ていきましょうか。まずここね、19来てる。このコイルはこれ出てない、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 出てない。おなんか 3.3 ボルト出てるぞ。起動すんちゃうかな。電源スイッチの基板を取り付けしました。少し調べたんですけれども、この電源スイッチのラインにちゃんとね 3.3 ボルト来てるんですよね。なのでなんか結構期待できるんじゃないかなとは思うんですけれども、ではね、電源スイッチ押してみたいと思います。よし、あかんな。電流値がね 0.01 アンペアぐらいまで上がるんですけれども、そっから上がりきれないですね。もしかしたら19ボルトラインのコンデンサかなり外したので、容量が足りなくて起動できてないのかもしれないですね。ドナーからコンデンサ探してきて取り付けて、また動作確認していきたいと思います。てか思ったんですけど、メモリー入れてなかったですね、起動確認するときに。よし。あれ、ショートした。またショートしたぞ。またショートしたわ。
もう縮小したらまたね、同じようにショートした、多分コンデンサまたどっかショートしたと思う。こいつかな、こいつちゃうかな、あ、こいつじゃなかった、あっつ、次はこいつでした。37キロオーム、これでいけんかな。はい、今ですねショートしたコンデンサ取って、メモリつけた状態で電源ボタン押してみたんですけど、やっぱり電流値がね少しだけ上がってまた落ちるっていう感じでした。動作的にはさっきと同じですね。ドナーから取り外してきたコンデンサ、これを取り付けしてどういう動きになるのか確認してみたいと思います。よし、そしたら、メモリつけてコンデンサ取り替えして、電源のねスイッチ基板つけたので、どういう感じになるか見ていきたいと思います。ではスイッチオン、まあそらそうか。まあでもスイッチをして反応があるっていうことは、もうスーパー IO は生きてんのかな。まだもうちょっとね見ていく必要がありますね。はい、あれからずっと調べたんですけれども、このチップ多分スーパーIOだと思うんですよね。イーストチップって書いてあるんで。でもこれね、あの富士通製で、あのデータシート出てこなかったんですよね。まあ多分起動シーケンスのどっかで問題があって起動しないんだと思うんですけど、ここのピンやサインがちょっとわからなかったんで、どう頑張っても。でまあ起動に関してね、このスーパーIOとチップセットのこのやり取りがあるはずなんですけど、多分ねチップセット多分この CPU に統合されてるんじゃないですかね、おそらくね。どこにもないので。でまだ試してないことといえば、こいつのリフローぐらいですね。多分ねここの CPU ファンのガードのところにもねかなりサビがあったので、多分まあこいつの下にも結構ダメージ入ってると思うんですよね。リフローでその腐ったハンダがね、まあ、最後ひっついてくれれば、もしかしたら何かしら変化があるのかもしれません。なのでリフローねやっていこうと思います。よし、じゃあ、冷まして洗浄しました。よし、じゃあ最後にねどういう動作になってるか確認しましょう。スイッチオン。あかん、いやーダメっすね。まあここの LED は相変わらず光ってるんですけど、やっぱりダメですね。リフローしてもダメ。結構粘ったんですけどね、この辺のハンダとかね全部盛り直したりとかしてね。えただここのピンサインがね分からなかったんで、もうこれ以上はどうにもならないっすね。全く同じ基板があればね、まだもうちょっと追えるかもしれないですけど、まあでもそもそもがねもうもうこんなサビサビの状態なんでね、まあまあここまで 3.3V、 あ一応ね 5V も出てました、あの IC からね。電圧系はね 3.3V 復活しましたけど、他がねやっぱちょっとダメでしたね。まあということでね、今回のジャンクは以上になるんですけれども、まあ万が一ねこういうパソコンとか、まあデバイスがねこういう水没した時はもうすぐ電源抜いて、バッテリーもね抜けるんだったら抜いてね、すぐに修理屋さんにね持っていくといいと思います。ここまで放置しちゃうと、まああの基板の方がねもうダメになっちゃうんでね。はい、ということで今回はね以上になります。ではまた次のジャンクでお会いしましょう。バイバイ。